表部元は、朝鮮民主主義人民共和国の軍人、政治家。1925年、テグに生まれる。東京の大西中学校を卒業。日本軍に特別志願して軍曹第二次世界大戦終戦後は、左翼系の国軍準備隊テグ地区隊で、活動していたが、第六連隊の創設に参加し、川在八将位の進めで兵士として入隊する。 そこで採掘の記念注意の喚化を受けたと言われ、再の推薦で警備士官学校に入校した。後に第八連隊第一大隊長に就任し、1949年5月4日午後に、公軍と夜間訓練を実施する名目で完全武装した大隊を率いて越北した。一部の者は脱走して帰還したが、表以下の4人の将校と213人の兵士が、 北朝鮮に寝返った。翌5日に越北した兄弟部と一緒に、義許越北の英雄として歓迎され、平壌学院で再教育を受け、朝鮮戦争では、第766連隊第424、大隊長として、ンイン図に上陸した。1951年、捕虜収容所に講師として派遣され、捕虜の思想教育を行った。1952年、 第22旅団大隊長。1954年、政治学校校長。1961年、人民委員会副委員長。1977年、平安北道人民委員会副委員長。1996年、軍に復帰して、その後中将に昇進した。祖国解放戦争勝利記念館の講師として、活動し、体制に寄与した功績で、 金日成勲章と祖国統一章を授与された。ありがとうございます。